裸の揚げ派は2016年3月18日に公開された日本の映画。さまよう、揚げ派三つぼトロトロのタイトルでピンク映画として公開された作品の R15 版作品である。続編の裸の揚げ派生き立つ欲望も本校で扱う。俳優でもある坂木秀夫が監督を務めるピンク映画シリーズ。裸で、 古典演劇を演じるというアングラ劇団を舞台にする青春群像劇。第一作、さまよう、あげはみつつぼトロトロ公開は2016年3月18日。第二作、裸の劇団生きり立つ欲望は同年5月6日に公開。二作とも特集企画、OP ピクチャーズフェス二千十2016の作品として同年8月に R15 版が制作、公開されている。 DVD は R-15 番のみリリース。撮影は概ね東京都し島区東長崎駅周辺で撮影されており、登場する劇場も同地にある小劇場テアトルラポーである。また、第一作では取り壊し前の上野大倉劇場休館が撮影場所として使用され、外観や劇場内、フィルム映写室まで登場している。 2017年に開催された第29回ピンク大賞では、第1作、第2作の演技を評価され、加藤エリが新人女優賞を受賞している。アングラ劇団、ネイキッドデザイア。そこに在籍するのは、イケメン主催者、個性豊かな女優人、職人肌の前張り師。そう、そこは裸で演劇を演じるというキーな劇団だったのだ。中に入るとそこはドロドロ。 体を使って看板女優の座を守る女優。恋愛模様。そして渦巻く造反計画。そんな中、新人アゲハが主演の座を射止めるのだが、注釈ない限り、第一作、第二作共通。ありがとうございます。